直樹さんチャンネル登録してくれたのは嬉しいんですけどこんな何もないチャンネルをチャンネル登録してくれたら嬉しいんですけどまあ多分やらないと思いますよ。 うん、あの何えど性別不明ユーチューバーの日常よく考えたらねその性別不明ユーチューバーの日常なんかね裏ドスコイでやったらいいしね、うん、であのさっきツイッターであーさんもねあのえコメントしてくれたんですけどねあのもう裏ドスコイです,すでにだいぶ緩いからさらに緩いチャンネルいらないんじゃないかなって <laughs> でゃあチャンネル増,え増,やし続ける増やしすぎるとねもう全てが中途半端になっちゃじゃないかなっていうね コメントもいただいたので、まあ確かにそりゃそうだなってうん思うんですよ、ね。まあ、まあでもね最近ね裏ドスコイでもねなんていうかな裏ドスコイに動画投稿してもこうみんなね何がドスおもおもその何表と裏がその何あの何区別ついてない人が多くてねそう裏ドスコイに動画出して裏ドすコいこのあ例えばこの前のねあのあれ 網走でドドッドドドな動画でしょ。あれ、めちゃくちゃエロいでしょね。あの動画でもやっぱり出すとね、あの、なんだこのつまらない動画みたいなね、コメントたまに来るんですよ。うん、まあだからね、もう本当にあのドスコイの何、あのコアなファンのみが、もうさらにコアなファンのみが集まる。あのチャンネルでも、う自由気ままにできるね。チャンネル作ろうかなって一、一瞬にちょっと頭によぎったんですけど。 うん、でも、そんなチャンネルいらないかな。うん、どうかな。まあ、あの、こんな感じでね、なんか、こう。何あの。気まぐれ、なんか、こうやって適当な動画、ここにポンって、なんか、出すかもしれないです。ゴミ箱としてね。あ、ストレス解消の、なんか、そういう。場所として作るかもしれないです。でも、なんやかんやで、もう二分喋ってるしね。あ、に、あ、はち。 はい、2分になりました、はい、このチャンネルのね記念すべき第1回目の動画ですよ。うん、でその記念すべき第1人目のチャンネル登録者は直木さんですからね。まあでもこのチャンネルはやら,やらないと思いますけどね。うんやらないです。やりませんよ。直木さん。